こちらみんなの憧れのレール、今日はバックサイドボードスライドやりたいと思います。まずはバックサイドボードスライドどういうものかちょっと見てください。これがバックサイドボードスライドです。別名ロックンロールスライドなんても言われるんですけど、まあランプと見立てるとロックンロールするような形でアウトする。ボードスライドっていうのはこのボードですね、ボードの部分で滑ることをスライドって言います。これ金具、トラックで滑るときはグラインドって言うんですけど、基本的にはデッキで滑る場合はボードスライド、ノーズスライド、テールスライド、ブラントスライドっていうふうにスライドっていう言葉をつきます。今回はこのボードスライドですね、バックサイド後ろ側のボードスライドになります。でこれレールでいきなりやるとやっぱり怖いと思うので、まずはこのボードに乗る方法やりたいと思います。まずはこの低いボックスでいいので、ここに板のお腹をかける練習をしてみてください。まずはまっすぐ、まくられないようにまっすぐでいいのでお腹をかける、で板に乗る、この練習ですね。オーリーができる人はオーリーしてもらって、しっかりお腹をこうやってかける練習してください。でこの時に体が前に行き過ぎたりとか、あとは後ろになりすぎないように、この角にお腹をしっかりかけに行くようなイメージで乗ってみてください。これかなりボックスが低いのでうまくお腹をかけるの難しいんですけど、まずはこの上にしっかり乗るっていう練習をやってみてください。で慣れてきたらしっかり乗って返す、この動きも練習してみてください。ランプのロックンロールと同じです。しっかり足をかけて体ひねって戻す、この動きですね。今のボックス乗った動きだけでもイメージできると思うんですけど、お腹をかけてしっかり返す、イメージをしっかり作ってください。これやったからっていきなりこれに行くのは難しいと思うので、ちょっとだけ高いボックス、ここにちょっとだけ高いとこういう風にお腹がしっかり当てられるので、ここで滑るようなイメージですね。ウィールがついちゃうとこうグリップしちゃうので、基本的にはこの辺はワックスを塗ってあげると滑りやすくなります。はい、このボックスの角の方でいいので、このウィールが当たる部分とボードが当たる部分にしっかりワックスを塗ってください。このウィールが当たる部分ですね。そうするとウィールがしっかりこういうふうに滑るようになるのでスライドしやすくなります。でまず最初は同じようにまっすぐ入ってください。まっすぐ入ってで滑り降りる感じですね。ここで慣れてきたらちょっとだけ角度を斜めに、ちょっとだけでも斜めに入って乗って滑る、ちょっとだけ斜めでもいいので乗ってお腹を滑らせる感覚を覚えてみてください。でこの乗る時の注意点なんですけど、今まだ角度が浅いんでいいんですけど、ここに角度がだんだんここについてくると板をここに回そうとするんですよね。そうすると軸が傾いてまくられちゃうので、まっすぐ入るうちっていうのはオーリーしてここに乗れるからいいんですけど、だんだんここに角度がついてくるとここに回そうとしちゃうんですよね。でこうやって回そうとしちゃうと軸が乗った時点でも傾いちゃうので必ずみんなまくられちゃいます。なのでここに回すんじゃなくてまっすぐオーリーするようなイメージで入ってください。まっすぐ降りするとこの軸は傾かないので、板をここに進んできたら回すんじゃなくてまっすぐ降りして入るんですね。そうすると滑り出した時に板が勝手に横になります。回すんじゃなくてここじゃなくてこのポイントを狙うイメージですね。ここに進んできたらここに乗るんじゃなくてここ、ちょっと意識して見ててください。回すんじゃなくてまっすぐ降りして入るイメージです。なるべくまっすぐ降りて、こんな感じでまっすぐ入ります。それは慣れてくるとこんな低いボックスでもこんな感じでこういうボックスでもボードスライドできるようになります。ただここまでできるようになるとレールの方が簡単です。
実際低すぎて結構難しいです。怖くはないんですけど、ボードスライドからしたらレールの方が滑りやすいです。ある程度ボックスに乗れるようになったら低いレールでいいんで、レールに乗る練習をやってみてください。でまずこのレールに乗る感覚っていうのが多分みんな分かんないと思うので、あのパークにあるようなレールでもいいし、なんだろうな、縁石とかそういうブロックみたいなものでもいいので、あるある、いいのある、こういうものからしっかりここに乗る感覚を覚えてみてください。普段進むのはボードの進行校なんですけど、ボードスライドの時はこういうふうに進むので、こういうバランスの取り方をします。なのでこういうふうに板の真ん中でバランスを保つような動きを覚えてみてください。もうちょっと高さがあった方が、ウィールがしっかり浮いた方がバランスは取りやすいんだけど、ちょっと怖くなります。なので、まあ、こんな感じの高さがちょうどいいかな。で補助してくれる人がいれば補助してもらってしっかり乗ってください。でここにボードスライドですね、しっかりしゃがんで耐えられるように練習してみてください。こういう感じで誰か押さえてくれないんだよね。そうすると一番練習になるね。はい、じゃあこのように飛び乗ってって言って押さえてあげる、これを繰り返してあげると割といい練習になります。子供の場合はこれ体重軽いん でここに体重をしっかりこうやってかけるようなイメージで押さえてれば、しっかり押さえて板動かないように、オーリーで飛び乗るような角度で押さえて、しっかりここにこうやって乗るイメージでこうやってで耐える練習ができれば、最初怖いかもしれない、割とこっちは乗る方は全然怖くないよ。こっちめっちゃ怖いです。ただこれ横に飛び乗るとスコンって抜ける可能性があるから、なるべくまっすぐでこのレールの上に乗るような感じ でだん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 そう力抜いてあげればしっかりボード自分でキープできるんだから、こんな感じで板のレールの上でバランスを取るっていう感覚をしっかり養う、培う、養ういいと思います。慣れれば自分でこうやって乗ったりすることもできるんですけど、こうやってボードスライドすることもできます。レールにじゃあ乗れるようになりました、バランス取れますっていう風になったら、今度は滑り出すんですけど、滑り出した瞬間にみんなまくられたりするので、さっきこの木でも言ったように、こう横向きに、実際は普段こうに滑ってるのが今度はこの向きで滑り出すので、いい練習方法があるんですよ。秘密兵器、空のデッキですね。これで飛び乗れる自信がある人はボードスライドいけると思います。大体みんな乗った瞬間にスコーンってまくられるんですけど、それはなんでかっていうと、乗るところに意識が向いちゃってるので、乗った後にその先に進むっていう、この体の前に行く姿勢が作れれば、ここに飛び乗ってもこういうふうに前に、今の降りようとしたらまくられただけだよ。なんで簡単につるんっていうふうにまくられちゃうんですけど、実際いきなりは怖いと思うので、しっかりこうやって補助してあげながらやるのもいいと思うんですけど、しっかり乗ったら前に滑るっていう意識があれば、横向きで乗っても耐えられるようになります。ここに横に滑る感覚をしっかり養ってください。いきなりそんな全流しなくていいので、まずはさっきボックス目やったんですけど、斜めに入ってきたら角に乗って降りる、これをちょっとやってみてください。ここに回すんじゃなくて、まっすぐ降りをしてちょっと当てて降りる、この感覚ですね。回すんじゃなくてレールにまっすぐ入るイメージで、そのまま板を落とすような感じで、だいたいまくられちゃう子はこうやって回そうとしちゃうんで、回すんじゃなくてしっかりまっすぐですね、まっすぐ降りで入るイメージ作ってください。で慣れてきたらだん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 手前から乗って距離をしっかり流せるように。角レールの方がみんな怖くないって言うんですけど、丸レールの方が接点が少ないんで実際滑りやすいです。角レールはこう上の部分がやっぱ滑りづらくなってるんで、しっかりワックス塗っといた方が、ここは滑るんですけど、ここに乗った瞬間にギュッて滑らなくなったりするので、しっかり板でこうやってワックスをなじませてあげると
安心して入れるようになります。あとはまあ、レールもいろいろあるんですけど、やってみて分かんないな、できないなっていう人は僕のオンラインサロンスケートハブも活用してみてください。